です。よろしくお願いします。それでは出席者のご紹介をさせていただきます。手前より、弊社代表取締役、竹政重和です。よろしくお願いします。そして中央、大谷、武文新監督です。よろしくお願いします。そして一番、西村昭弘監督です。お願いします。西村監督、大谷新監督に関するプロフィールはお手元の資料を、記載しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。それでは、早速始めさせていただきます。弊社代表取締役竹政重和より今回の、経緯についてご報告をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さん、12月のお忙しい中、たくさんの方にお集まりをいただきました。ありがとうございます。ちょっと座ったままで失礼いたします。日頃は高知ユナイテッドスポーツクラブをご支援ご協力いただきまして本当にありがとうございます。この度ですね、今年1年高知ユナイテッドスポーツクラブとしては今年1年、監督をしていただいた西村さんに退任をいただいて、新たに大谷武文新監督を迎えるということで、ご案内させていただきました。この監督の交代の経緯というところなんですが、今年の夏、8月終わり頃にですね、まだリーグ戦が終わっていなくて、ちょうど天皇杯での試合で長崎に行った時に、西村監督の方から、話があるというふうに、ちょっと呼ばれまして、でその時に、今年で監督に関しては退きますと、そして、もっと別の形でこのクラブに関わって、このクラブがどんどん成長していくところを一緒に見ていきたいというようなお話をいただきました。契約のいろいろは、あるんですけれども、そういった熱い思いを、監督から西村当時の西村監督からいただいて、クラブとしては、その後のことっていうのはいろいろ考えないといけないところはあったんですけれども、その監督の退任っていうところはクラブも承認してですね、そして、じゃあ次監督をどなたに託すんだということで、関係者で話をしてまいりました。その中で、やはりですね、当時といいますか今もなのかな、監督ライトの今もですね、ヘッドコーチを務めてもらっている大谷さんが最適ではないかというような話が出まして、でクラブ関係者満場一致でですね、大谷さんにぜひ監督をやっていただきたいというような意見になって、そして、依頼したというのが、経緯です。大谷さんになぜ、託したのかというと、やはり選手からの信頼も非常に厚いですし、今までそのセレッソさんの方で、若い世代を中心に教えてきたという経験、この高知ユナイテッドスポーツクラブはですね、やはりまだまだその選手を成長させる、そして、上のカテゴリーに行くためにはやっぱり勝つという、そういう非常に重要な課題が2つあります。で、大谷さんであればこの2つ両方をですね託せる方だと、勝ちながら育てる、育てながら勝つ、こういったことを我々は期待してますし、十分、その期待に応えていただける方だと思って、大谷さんにお願いをしたということが経緯です。それと、西村現監督の今後については、クラブにですね、役職としてはスーパーバイザーという役職名ですけれども、クラブの営業であり、それから運営であり、企画であり、いろんな業務を一緒にですね、監修していくような形で、クラブ
今後もですね、といったことを決定しております。私から経緯の方は以上になります。竹政代表ありがとうございました。続きまして、西村喜宏現監督より、ご挨拶申し上げます。はい皆さんこんにちは、西村です。まず本当にお忙しい中、この場に足を運んでくださいましてどうもありがとうございました。重ねて3年間本当に、いろいろサポートしていただき応援していただき、本当にありがとうございました。今回今竹政社長からお話ありました通り、監督退任新監督という形で、発表して、前に進むということですね。もう間違いないことなんで、それで私については自分のことはね、私の方からもちろん少し監督のところは来年はという話しましたけど、コーチに J クラブが作ること、コーチに J クラブができること、これはやっぱり自分の、まあ、なんていうんですかね、生意気なようですけど、ライフワークというか、生きがいにしたいと思ってますんで、だからなんとかやっぱりクラブに逆に、監督を退いても関わるようなことができないかというお願いをさせていただきました。まあ、その時にまだ、竹政さんイエスコーナーの方から、まあ、使い道はあるなと言われたんで、ちょっと笑うとこなんですよ、笑いにならないですけど、はい、だからね、現場で毎日出ることはなくなりますけど、逆に言えばもっと今まで自分が現場で思って、まあ、失礼ですけど、もう少しこういうとこが変わっていけばもっともっと、この J クラブを目指すところに加速するんだなとか、もっとたくさんやっぱりコーチの方を巻き込んで仲間を増やして、やれることがないだろうかっていうのがいろいろありましたんで、ぜひやっぱりそういうところをね、やっぱりサポートしながら、上がった時に本当にコーチのみんなが待ち望んだ形、これだけお分かりの通り、J ができて20何年まだ J クラブできてないわけですから、それだけやっぱりいろいろなやっぱり課題なりハードルがあると思うんですよね。それをやっぱりもう少し一個一個やっぱりクリアにしていって、まあ、一番身近でね、あまり出したくないですけど、岡さんとこの今治がね、今年やっぱり抜けて、まあ、実際試合ででも、たくさんのやっぱり応援団の方、またおじいちゃんおばあちゃんが今や週末のゲームを楽しみにしてるんですよね。おじいちゃんおばあちゃんが、リーグ戦1週間に1回ある、1週間はアウェイでよそ行く、月に2回あるホームゲームを楽しみにして見に行く、この間の地下鉄なんかでもたくさんのやっぱり応援団が行く、ね、だからそういうところはやっぱり本当に町のみんながやっぱり応援してるっていうことの、まあ、一つの表れだと思うんですよね。だからそういうことも一つですし、自分でしかやっぱりできないサポートもできると思ってます。それで僕はやっぱりユナイテッドとやっぱり関わっていきたいということは、僕自身がやっぱりこれからスーパーバイザーという名前ですけど、まあ、具体的にこれこれこれじゃないと思うんですよね。逆に求めるものは何でもやっぱりやってみたいし、まあ、そう言いながらも時間的だとかそういう僕の次のことの制約もあるかもわからないけど、気持ちはやっぱりもう、離れていけるのがやっぱり一つというか、同じ方向に向いてるつもりなんで、今後ともより一層、一緒に、この町に、J クラブを作ることを、協力するというかやりたいですね、自分でね、そういう気持ちです。よろしくお願いします。3年間本当にありがとうございました。はい。西村監督ありがとうございました。最後に、大谷武文新監督より監督就任のご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。今回、に発しました、大谷武文と申します。前、西村監督から、引き継ぎ、前席に狙って、しっかり頑張っていきたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いします。1年間、ヘッドコーチをさせてもらいまして、西村監督の
やりたいサッカー、このクラブが目指すサッカー、そういうものを一緒に1年間選手と汗を流して一緒にやってきて、振らせてもらいました。で、悔しくも前者で、水島に負けて、スタッフ選手全員で、泣きました。その時に、僕の中で、本当にこの1年間、これで良かったのかな、もっとできることなかったのかな、彼らの才能、潜在能力、本当にこれだけなのかな、すごく自問自答しました。まあ、そんな中、クラブ、そして、前西村監督から、熱い話をいただき、僕の中で、その時に、心の中が決まっていたのかもしれないです。ただ、僕は本当に、西村さんのように経験も実力も何もないです。ただ、僕が今ここに座らせてもらっているまた監督を、今回引き受けた、理由は、彼らをこのコーチユナイテッドのこの純粋にボールを本当に走る彼らをなんとか強く、なんとかうまく、なんとか上のリーグで戦える選手にしたい。それとこのクラブが持っているこの高知県に J リーグを子どもたちに夢をしっかり目指せれる、そういうクラブを作りたいという熱い思いに今回引き受けさせてもらいました。僕は本当に、この上のカテゴリーで監督する経験は、ありません。多分、おそらくいろんなことで失敗すると思いますし、言葉とかもチョイスミスをすることもあるかもしれないです。ただでも僕は、ここに座った以上、彼らを絶対に成長させて、上のカテゴリーで JFL もしくは J3、もしくはもっと上のカテゴリーで通用するような、しっかり練習を、日々の期待をやっていきたいというふうに思ってます。今後ともどうぞよろしくお願いします。以上です。はい、大谷新監督ありがとうございました。それではですね、これより質疑応答の方に移りたいと思います。挙手制で行いますので、質問される方は質問の前に、メディア名と名前をおっしゃってください。よろしくお願いします。どうぞよろしければ。はい、高知新聞の北と申します。西村監督3年間お疲れ様でございます。ご自身の目から見たときに、この3年間高知のサッカーがどう伸びてきたのかとかいう、ちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですが、ご自身が果たしてきた役割、どういうことができてきたかというのを、ちょっとご自身の言葉で語っていただけますか。はい、まあ、役割というか、まあ、役割というか目標は、社会人、大会でやっぱり結果を残して、まあ、3年の在任中にね、JFL に昇格するっていうことが、まあ、一つの、役割だったと思うんですよね。だからそれについてやっぱり結果的にやっぱりできなかったということがまず一つ。で、天皇杯についてはまあ今年なんとか、高知大学さんの14連覇かなを阻めて、まあ、一歩進めたかなということが一つ。で、四国リーグの優勝っていうのもやっぱり今治さんにやっぱり2年連続やっぱやられましたんで、そこもできなかった。だから結果の役割は、まあ、あまり皆さんの期待に添えなかったということは自分でも非常に感じてるし、申し訳なく思ってるっていうのは実感です。ただやっぱり僕がやっぱり呼んでいただいたいきさつの中で、やっぱ高知県に J クラブを作りたいよねという、高知県のお願いというか、まあ、そこにおられる宮城オーナーの、まあ、これはもう生涯への思いだと思いますけど、まあ、そういう熱にやっぱり惹かれて、僕も、過去にそういうコーチには縁がありましたんで、来させてもらって、だからチームとしての結果よりもやっぱコーチにやっぱり、
J クラブをサッカーもう少し、まあ、サッカーだけじゃないですよ。うちのクラブの名前は SC はサッカークラブじゃなくてスポーツクラブですよね。だからスポーツでもっとコーチを元気にしたいっていう、それのやっぱり働きかけは自分でなるべく3年間で、あるところに行けばやっぱり出て行ったり呼ばれれば行ったりということで、やれたと思うけど、でもそれも今考えるともう一歩やっぱりこのタイミングで改めて自分のこの立場でまたそれをやるし、今度監督になる大谷監督にもぜひやっぱりトップチームの選手のそういう触れ合いの機会を増やしてほしいということを現場で言うのもこういうアドバイザーの仕事かなっていうふうに思っています。だから本当にやっぱり今ね、3年前から始まったものが一つ、まあ人の流れで監督が変わるということで節目できますけど、この節目があることによって丈も伸びるように、うちのクラブがやっぱり目標に向かって伸びるための節目だと思うんで、全くネガティブじゃなくて逆にポジティブに勢いがつくための今回の監督交代であるなっていうふうに、僕は捉えまいてるし、そうあるものだと思ってます。ちょっと答えになってなかったかな。大丈夫です。引き続き申し訳ありません。西村さんから見て大谷さんの、まあ、人柄も含めてですが、どういう人物でどういう、活躍を期待したのというようなことがありましたか。そうですね、まず一つは高松社長、宮城もまあ、クラブ のみんなの、賛成がありましたけど、まあ、次 の監督にふさわしい。じゃあ何がふさわしいかっていうと、この紙にある経歴じゃないですよね。経歴じゃないです。ふさわしいのは今クラブが求めていること、それから目の前にいる選手をやっぱりどれだけやっぱり情熱持って教えられるか。だからそれがもちろん比較っていうのは誰かと誰かという形になりますけど、僕の言葉で言うならば、それにふさわしい人だから1年前にヘッドコーチ になってもらった。それがもう答えだと思います。はい。まあ、少し馴れ初めを言うと、彼のこの経歴のある最後の2001年かね、クロアチアでやったんですよ、初めてやったのは。はい。でちょうど僕はセレッソの監督の時の外人がクロアチアやったんですね。で新外人探しに行く時に、向こうでクロアチアリーグでやってる日本人がおるぞと、その2人がすごく向いていると、昼ごはんを一緒に食べさせましょうということで、そのうちの一人が彼で、もう一人が、後のオシムの通訳、去年の秋田、それから今年秋田を5位に上げて、今度は新潟の、愛媛の監督になる、マセ君、この二人が、日本人でクロアチア人で頑張ってたんですよ。ほんで、ようやんなこんなとこでとか何やかんや言いながら食事したのが出会いです。そして帰るときに、もし日本に帰る、まあ、選手してピリオドを打つんやったら、通訳帰ってきてやってくれへんかっていうことをお話したのね。それが縁でセレッソで一緒に仕事しました。それが出会いですね。だからここで僕がセレッソの GM の、監督とかその辺のときは、ちょうど彼がセレッソに来たときだと思います。でそこから10年やっぱりずっと、ね、見させてもらうって言ったら失礼ですけど、セレッソの中でやっぱ鍛え上げられて、2013年の時には皆さんご承知の12歳の日本一になってますよね。日本一になるっていうのはやっぱりその年代で一人しかおれへんですね。そういうのはやっぱりすごい上のカテゴリーはそんな関係ないんですよね。やっぱ持ってるか持ってないかっていうと、まあ、持ってるのも入ると思うんですよね。はい。だからまあ、ふさわしいから僕からすればもう次のやる人は、僕はもうヘッドコーチになってほしかったし、はい。まあ、それが最初は言わないですけどね。はい。まあ、それが全てです。僕にとっては全てです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。その他ご質問ございますでしょうか。ご新聞の井上です。よろしくお願いします。あれ監督、先ほどのこちらの質問とちょっと関連するんですが、地域を、スポーツで盛り上げていきたいという話もありました。で今後、スーパーバイザーになられるという話もありました。まずこんなことをやってみたいなというようなことが今もしあれば教えてください。
スポンサーを増やすことです。まあ、冗談ですけど、冗談でもないですけどね。はい、できるだけたくさんの人に、やはりコーチユナイテッドという名前、それとスポーツの持ってる良さというものをもう少しやっぱり身近に表現できるように、これは自分が動くこともそうですけど、やっぱりクラブを巻き込んでいろんなやっぱり、やっぱり少し長くこの世界にいるんで、たくさんのやっぱり成功例も見てきたんで、今まではちょっと現場の監督でやっぱり言うべきではないとかやりにくいっていうのはやっぱり多少あったと思うんで、ただそれは今回こういう本当に広い立場でね、クラブの方も受け入れてもらったんで、遠慮なしにいい意味で言えばアグレッシブにどん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 お願いをしていって、まあ、もちろんすぐできることもあるしできないこともあるし、時間のかかることもあると思うし、ただ止まってるんじゃなくて、やっぱり動いていく前に進む組織にしたいと、その中のなんとか一役を担いたいなという思いですね、はい、すごくワクワクするし、ただまあ、今後の僕のことは別に関係ないですけど、僕もどっかで何かしらなあかんので、まあ、ずっとコーチに入れるかどうかもわからないし、ずっとコーチに入れるかもわからないし、そこは まだ誰もわからないので、はい、今後ともよろしくお願いします。その中で竹村社長なんですけれども、はい、西村監督スーパーバイザーとしてどんな活躍であったりを期待、クラブとして期待したいというのはありますか？営業です。営業とですね、あとやっぱり西村さんの持ってるその人脈であったりとか、やっぱり J リーグや JFL、高知県のサッカー協会もそうですけれども、いわゆるその業界のですね、人脈っていうところは我々が持っていないもので、ぜひ頼りたいと思っているところでもあります。営業もそうだし、まあ、当然経験、いろんなクラブでも経験がありますので、まだまだそのクラブがこれから成長していく段階で準備できていないことがたくさんあるんですね。で実際に、勝って JBL、J3 って現場は強くなるでしょうから、勝って上がるのはもうなんとなく道が見えてきたと信じてるんですけど、まあ、それにきちんとその会社の方は対応できなければ困りますので、そういった西村さんの経験ですね、というところも我々はやっていきたいと思っております。よろしいでしょうか？はい、では、他にご質問ございますか？公認のヘッドコーチの人事と、あと新監督が目指すサッカー、これをどういうようなサッカーを目指すのかというのを教えてください。公認のヘッドコーチというのは現時点ではきちんと決まっておりません、はい。目指すサッカーについてはちょっと角度の方から、はい。目指すサッカーのところは、まずクラブの方から、より楽しく、よりアグレッシブな、サッカーをしてほしいとい う要望があります。まさに、今、ユナイテッドが目指さないといけないのは、やはり攻撃的な、サッカーになっていくと思います。すごい大まかな、話になっちゃいますけど、攻撃的でアグレッシブに。やっていくと。ただ、細かい話で言えば、中盤のところとか、多く飛ばしたサッカーじゃなくて、やっぱり全員で、攻撃するような、分担制じゃなくて、みんなで、こうつないで攻撃していくようなサッカーになっていくと思います。そうしていきます。
ありがとうございました。ありがとうございました。他にはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。あ、はい、どうぞ。重ねてすみません、西村です。西村監督に3年間で、高知に過ごした3年間で、特に印象深い出来事、試合内容、何のかなと申し上げます。試合はやっぱり勝った試合が一番印象に残るんで、やっぱり天皇杯の代表になれたっていうのはすごく、対象のチームがあるんで、対象のチームにはちょっと失礼なんですけど、十何年間ずっと、でもそこをやっぱり守るっていうすごいやっぱり伝統と、やっぱりそこを倒すっていう新しい力のところで、そういう形で、一つの答えが出て、でもそれが出ることによって、やっぱり全国大会行けば、長崎に行ってね、これは選手とサポーターが感じられたと思うんですけど、改めて自分たちの町に J クラブがあるってこんなことなんだなっていうのが、行った経験が選手と町のサポーターの方が経験したと思うんですよ。だからそれをなんとか現実に高知に持って帰りたいというか、高知に作りたいって改めてその時思いました。出来事はなんか結構いっぱいあったので、これといって、ないじゃなくて、たくさんあったことがすごく、でたくさんあるっていうのは何かっていうと、やっぱりそれだけいろんなものが、先ほど社長の方からやっぱり足りないものが、これは悪いことじゃなくて、足りないもの、できないものが多くあるから、今僕らはそれを一つ一つやっぱり、ハードルを飛び越えたり、なんとかもがきながら掴んだりしながら目標に向かっていくという意味で、だから大きなもの、たくさんのものが障害じゃなくて、あることはしょうがないですよ。だってそういうことがあるから今まで J ができなかったわけだから。だからそれをこのクラブが今から一個一個拾っていくっていう作業ができる、そういう中で、何個が拾えたっていうこともそうだし、ちょっと具体的にね、なんか何て言いたいですかね、川がきれいこんなにすぐにね、町から10分でポンと飛び込んで入れるところなんで、そんだけやっぱ自然に恵まれてる、食べ物もいいし、だからそれは今回3年間で多分もう少ししたらクラブから発表があるかもわからないけど、お米をね、やっぱクラブにサポートしてくれるっていう、やっぱ地区が出てきたとか、で僕も生まれて初めて9月にこの間田植えに行かせてもらって、そういう意味ではもっと今まで全然出会えなかった人たちと知り合うことによって、クラブとその人たちがなんか結びつくっていうね、本当に町にクラブが J クラブがあったらいいなっていう風な風景がまだまだたくさんあると思うんで、その風景が一番自分にとっては、今まで行ったところがもう J のあるところばっかりだったんで、すごく新鮮に感じられたっていうか、それが一個一個、仲良くなっていったら楽しみに感じられたっていうか、それが一番多いです。はい、ありがとうございます。他にご質問はございますでしょうか。もしなければこれで、質疑応答終了とさせていただきたいです。よろしいでしょうか。